皆さんこんばんは。剣士の続きやっていきたいと思います。トラビス総隊はちょっと休憩中なんですけれども、その前にですね、こちらマシナギな隊の方がこちらにお見えになりましたんでね、こちらの相手をしないといけないぞというところです。さてどうかな。隊挨拶どうしました。ああ、向かってきたね。ちょっと開けとこうか。さあ。あと、ウエスタンハイブ来てんのか。ウエスタンハイブ来ててもな。売り物がな。あ、お金結構持ってるね。なんだ、持ってるじゃないですか。あ、もうなくなっちゃった。あ、でも建材とか大量に売ってるね。これはちょっと欲しいですね。鉄板と、これも欲しいし。あ、いいね。鉄板はがっつり欲しかったんだ。はい。し、買い占めたね。あとはこっちの売り物次第か。細かい売れるもんを持ってたらここら辺だね。よし、うん、大体いいんじゃないかな。本は必要ないかな。よし、こんなもんだろう。ラッキーだったな。よし、この2体はちょっと向こうの方行っててもらおうか。ちょっとこっちの方行ってて。おお、接近するのはいいけど。ああ、来た。はい、始まりました。さてやっていきましょうか。戦闘訓練も積まないとだからね。まあちょうどいいでしょう。あれ、トリキャン以外か。まだか。はい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 。こっちは。尿費十分。こんだけあればもうここはいいでしょう。建物そんだけ建てる必要はない。よし。鉄板も十分。ああ、いっぱい作っちゃってんな。これもそのうちだな。はい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 。全部鉄に変えちゃおう。よし。そろそろ売れるもん作るか。というか時間かけちゃってもいいんだよね。作ってる最中があれなんでしょう、きっと。はい。はい。さあ、戦闘始まっちゃうぞ。はい。よし、まだ大丈夫。はい。さあ、強いからね。50いくつ ?69。この拠点のメンツで勝てるかどうかがちょっとわからないけど。まあ勝ってもらうしかないですね。おっと、外れだったな今の。これも外れだな、外れだな。外れはこのところに入れちゃいましょう。
はい。さあ、始まった。街を荒らしに入った。街を荒らすってなってんのに全然じゃん。襲撃。そういけ、始まった。強いぞ。ちなみに、3400出れる。3400ね。ま、CPU にともらっちゃうけど。そういけ。ガード。ほい。さあ、おのおの戦って。ああ、持ってんね。武器の回収しとこうか。武器の回収、武器の回収。ああ、ランクちょい高めのランクの来たね。おい、あれ、ゴリラやられた。ゴリゴさんやられちゃったか。ちょっと強めだからね。よし。お、ハンマーもワンランク上の武器ですね。これは渡したいな。ハンマーはね、誰だっけ。ミラージュだ。ミラージュにちょっと渡したいですね。どっちだと。ああ、シミオンがやられてんね。はい、ミラージュ。よし。この鎌はいずれ B 君に持たしたいかな。B 君の持ってる鎌よりもランク高いもんね。さあ、強いぞ。他にもいるからね。こっちに隊長クラス、タイがいるか。ああ、タイいるね。やっぱドンキ武器がないときついね。ダメージが低い。そういけ。はい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 。手数でなんとかやってる感じだね。攻撃する隙は絶えず。さあ、倒せ。宣教師もこっち来ようか。その前にこっち回収だな。おお、この武器は誰に渡そうかな。誰かこのタイプの武器持ってんのいるでしょう。デシーカさん持ってんね。ランクアップ。さあ、あとはこの隊長よ。タイ倒せ。あれ、ブザン、もう寝よう。ブザンは攻撃しなくていいよ。よし。さあ、やべえ、時間かかんね、やっぱね。強いわ。はい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 。さすがスケルトン。いけ。よし。これはまずいな。ポールアームか。よし、合わさったところで6000、5000か、いい値段で売れるね。4000、ちょっ
ちょっと待てよ。この鎧は鉄くずに変えちゃえばいいんだけど、 CPU にところ邪魔だな。あ、まりだよ。いしょ、あ、これじゃねえ。焼却処分しとこう、 CPU は。で、武器もらってバックビースト。いや、普通に戦うときついね。フレームポールあるか。誰か持ってる？特に持ってる人はいないかな。お、よし、装備した。とりあえずこんなもんだね。いや、普通にきつかったよ。そしてこちらは、さあ、前回の戦いを終えて外に出てきたけど、バレス監査も寝て、おい。コリニチェンコは、ああ、意外と回復してないね。寝てな。バグマスター、アイゴア、ストーンゴーレム、アークのこと忘れろ。キャットロンとは比べ物にならん。さあ、寝てていいよ。寝てようか。裏花こっちだな。エリス君こっち。バラもオッケー、ビーオッケー。オレンティーノ、まあ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 。バンさん胸やべえな。いやー、結構回復しさせないとやばいね。トラビスオッケー。デビトソン寝て。セラフィーノオッケー。バレスこっち。コリニチェンコオッケー。どうしよっかね。次は、もう一個の軍事拠点あるからね。ここでしょうね。軍基地。倒すとしたら。解体して。バラも。筋力つけないといけないから。よし、オッケー。はい、はい、はい。うん、アグヌに持たすかな。一個だけか。もう一個持てんね。で、B にも持たすか。筋力つけてもらわないとだしね。あ、待って。ナンバーさん持ってんな。うん。交換しちゃいましょう。ちょっくら強くなったね。で、バックビースト自体はダメージを食らったままか。砂忍者王に回復してねえじゃん。まあいっか、戦わせなきゃ。とりあえず、バーラモン担いで、さあ行きましょう。農地から行くか。さあ50、いやー、オール60ぐらいまで成長してほしいところですね。69相手に結構あそこの拠点内でも結構暴れられたからね、きついよね。あ、ちょっと待って、強めじゃねえかこれ。パラディン行為が、いや、審問官もいる。いけるか。
まあこういう戦いを待っていたとは待っていたんだけど、ちょっときついかもな。いや、バラモンは審問官当たってもらおうか。そういけ、そういけ。いやー、そんな人情にはそうだね、やられちゃうのはしょうがないわ。そういけ。あれ、 B 君早くね、やられんの。あっさりとやられすぎでしょ、あっさりと。さて、戦況としてはあんましよろしくない。敵のパラディンを一人落としたけど、パラディンの行為たちが倒れてないね。ちょっとこれはきついな。まず審問官倒せば、でもうちとしては大きい。よし、審問官を倒したのは大きいよ。17の28。うん、他なんかあるかな。売れるもんはないね。これぐらいか。あとでだな。バックビーストなら持てるか。ご飯の消費がやっぱ激しいな。そういけ。ちょっときついか。まあ、バラモンがいるところは戦況がだいぶいいだろうからね。他のメンツだな。頑張って倒してもらわないと。おい。ああ、まあいい戦闘経験になるでしょう。さて、バラモン、はい、お肉奪っちゃおうね。よし、おっと、バンさんやられた。よし、やったな。これはもらっとこうね。さあ、フォレンティーノもやられてる。砂人形鬼さん頑張るね。よし、いや、このぐらい密度が濃いといいですね。よし、このぐらいだとありがたい。はい、はい、これ預けちゃおう。あとはこれも預けちゃうか。預けられそうなものはもう限界か。こっちにしようか。いらんね、こんなもんだね。いやー、結局すぐ必要になっちゃったな、キャンプ。ベッド、バックビーストは持ってないもんね。アグヌとかが持ってんだっけ。はい、よし、さあ寝て、これも寝かしとこうか。はい、いや、バラもほぼ無傷というね、恐ろしいですな。やべ、ピンピンなパラディ。ちょっと待って、いやー、マジか。ちょっと寝てるメンツは寝てるメンツでいいけど、ちょっと恋しろ。いやー、きついな。
数が多いっていうだけでもめんどくさいのに。削れ、弱いやつ削れ。その間にこっち寝てていいよ。よし、なんとか削って B 削れ。いやー、フォレンティーノやられた。きついんだな、これが。お、気合を入れてる。気合を入れろ。よし、そいつを倒せば我が剣は血に飢えてる。ちょっと向こうの雑魚削っていかないとな。バラモン耐えろ。よし、なんとか。カンさんはもうこれ寝てた方がいいな。いや、危ない危ない。よし、耐えろ。バラモンが削り切るまで。いけ。よし、いやー、やばいね。大丈夫かな。そういけ。B は寝てようか、寝てようか。うん、バラモンも一旦寝てようか。危なかったね。バックビーストの回復状態はどうだ。よし、大丈夫だろうね。まあ、来ないこと祈ってそれまで回復しておきましょう。バラももういいでしょう、エリス君。で、バックビーストをもうね、やってる場合じゃないね。これのメンツの回復が優先。バーンさんもどうにかして寝かせねえとまずいな、今後。なんだあれ、キャラバンガードか。大丈夫か、来なきゃ。来たっぽいか、これは。来たな、動き出した。すげえ、戦線復帰できそうな人から戦線復帰して。よし、ベルハノ寝るんだ。いいよ、アグロン来たか。きついだろうね。よし、ちょっと待って、ブル強いんじゃない。19か、大したことない。この程度なら。さあ B を行け。ある程度回復者メンツは行くんだ、はい、さあ、その忍者おじさんも行って、オレンティーノこっち、コリンチェンコ寝るんだ。さあ倒せ。荷物持ってそうじゃないか。何を持ってる、積みには。さあ倒せ。よし、やったな。まずは、はあ、これは打撃武器ではないのか。もらっとこう。攻撃用バックか。バラモンに持たすか。
飯だ。あと火薬か。布地まではいいかな。肉はバッグに。よし。飯じゃ。肉はバックビーストに。空きがないだと。バラもご飯係だな。あとここもらって。バレス回復薬ないね。ベラハノさんは回復持ってるね。デビッドソンも持ってるね。あとはこっちか。さあ、ご飯をいただいてバックビーストへ。回復薬これいらないね。あ、取り引き以外。みんな取引範囲外だな。おいで。よし、こんだけ近きゃ。マグルも。砂忍者鬼も。カンさんも。とりあえず持っとけ。よし。いやー大変だな。どっかで回復したいな。スケルトン回復させるか。ちょっときついな。修理ベッド。ドラム缶バス。あとバーンズタワーぐらいか。あとワールドエンドか。またか。また来たな。とりあえず戦えるメンツ。ゴリニチェンコは寝てようか。あと、デビッドソンもちょっと戦力外だね。ちょっと数多いぞ。これきついね。ああ、マジか。さすがのバラモンさん。パラディンの恋か。いや、起きてんね。やってもらうしかないな。それでもこの試練に打ち勝つんだ。よし、奪っとこう。はい、多少は数減るだろう。行け。よし。いいよ、そんなんじゃまだまだだよ。さあ、まだまだ敵がいるぞ。こっちだな。行け。さあ、完全押せ。さあ、あ、意外といいですね。ここら辺通り道になってんな。危ねえな。バレス寝た方がいいんじゃない？これまたすぐ起き上がってくるぞ。キリねえかもな。通り道じゃな。完全にここ通り道になってるもんね、人の。まあそれでも連続戦闘がこれこうやってできるからね。
多少はいいかもしれないけど、むしろ。ああ、ここにオクランのあれがあるね。待ってるよ、ロード・フェニックスと、あとあいつらもいるね。炎の守護者、あれも捕まえたいね。そのうち、まあセットでついてくるだろうからね。さあ起きないのか。バラモンもちょっとダメージ食らってんね。回復させておこうか。バレス OK。 砂忍者鬼さんもさあ倒しといて。オッケーだね。あとはセラフィーヌ、砂忍者にオッケー。コリニチェンコこっち、ちょろっとダメージ食らった人はここで寝てもらって、うん、なんか手足が飛んだ気がするけど大体いいね。十分十分。ベラハノ、セラフィーヌも OK。 問題はこのメンツだな。ロボット武器のせいかね、打撃武器のせいか。昏睡状態のままですね。拾えないか。よし、はい、よし、危ぬ。拾えないか。 B、 OK。 ちょっとね、軍事基地行く前にワールドエンドの方を向かいましょうか。それでちょっと回復しましょう、スケルトンを。そうしたら新しくできたクリフ倒すのいいかもしれないね。さあバラモンさん、筋力は14か、経験値としては入ってるね。おお、47、ちょっとずつ強くなってね。ほら50代になったね。早くねえか、強くなるの。 B がまだ成長してないね、あんまし。ここら辺だね、この30代を早めに40、50と上げていきたいですね。基本命中率 8%、 バラモンはマイナス7ってなってるけど、まあ83から7引いた値ぐらいでいいのかな。まあ結構な確率で当たるでしょう、バラモンの攻撃見てるとね。5割以上当たってるからね、あれね。さて問題この先だな。せっかく上行ったんだったらオクランの拳やるのもいいかもね。オクランの拳、うっ、これはもうどうにもならないな。やるぞ、さあ行け。出だしの一撃、おお、いいね。よし、おお、 B も頑張ってる。ほい、ほい、突き、はい、切る。おお、いいね。さあ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 、よし、 OK。
あ、そっか、バラモンこれ担いでないからか。筋力 XP が上がってねえと思ったら。よし。行くぞ。48になった。今の戦闘で。いや、やっぱ格上相手だといいですね。飢えた弟が相手にしてちゃ全然経験値手に入んないけど。パラディンはそれなりに全員が強いですからね。やっぱね、敵の人数が少ない方がいいね。3対1ぐらいを4つぐらいにして、審問官相手ぐらいが一番いいかもね。上か、いけるかな。怖いなぁ、見つかっちゃいそうで。大丈夫かな。ちょうどワールドエンドに行けば、あれもできるしね、買い物。食料さっき手に入れたとはいえね、これすぐまたなくなっちゃうから、ドライアップルとか。さあ、上に行って、せっかくだから農地も襲撃していくか。襲撃部隊に賞金首来るとありがたいんだけどね。トリガー的にはあれかな、ホーリーロードフェニックスとか、そこら辺を誘拐しないと多分、トリガーが発動しないんじゃないでしょうかね。さて、近いか。でも農地まで行っちゃおうか。さあ、頼むから会わないでくれよ。アグヌも赤くしてきてんね。バーンさんも21か。このダメージがひどいね。さあ、電子部品持って帰っておけばよかったか。スケルトン治療ベッドってあと銅が必要だよね。銅と電子部品と鉄板じゃなかったっけ。銅が4つかな。4つか3つぐらい必要だったよな、確か。で、ワールドエンドの拠点に作っちゃえば、そんなお金かからずに、できるしね。さーて、周りは何もいなそうだね。いや、いたわ。戦闘は避けられない。さあ、始まった。さあ、最初の衝突の一撃。来るね。さあ、倒せ。フィレンティーノ頑張って。よし、この程度なら。やっぱ大変なのは、あの審問官が率いてるあそこが大変だね。向こうも少数精鋭。ただうちとしては、経験値としてはそれが惜しいだよね。さあ、見えてきた。さあ、やっちまうぞ。いけ。さて、農民出ていくかな。ここら辺も買えるんじゃなかったっけ。あ、買えないわ。なんかの時ここ買えた気がしたけどね。よし、いけー。プライベートか、やっぱ。おお、扱いがひどいぞ。ちょっと待って、やべえ、怒らしたようだ。これちょっと無理だな。これは無理だぞ。ちょっと待て、ワールドエンドまでも遠いしな。
ちょっとあの感じ無理だわ。バラモンさんめっちゃ遅いな。よし。ちょっとバラバラに逃げるしかないね。いやー、この数無理。この数は無理よ。ああ、バラモンが捕まったか。もうやるしかないようだな。すべて終わらせろー。気合じゃー。気合でどうにかならないレベルだよな、俺な。バラモン。バラモンきつい。さすがのバラモンさんも。それは無理だわ。いくらね、ガリ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 削れてっちゃう。ああ、無理だわ。重いんだよな。そうだよ。食料持ってんだ。重いんだよ、これ。そりゃ無理だぜ、俺。さすがのバラモンさんでも。逃げるか。逃げきれねえんだよな。見ての通り。みんな重装鎧着ちゃってるからさ、無理なんだよね。いやー、どんなに頑張っても。さすがにファイブアタックスロットはね、きついですよ。一人で無双できるようなものじゃないからな。さあ、いけいけいけ。ガーやられた。やられたよ。砂忍者鬼さんも逃げたいけど、無理だね。逃げれないわ。ちょっとバレスだけでもこっちの方逃げようか。アグヌが致命傷か。きついな、こりゃ。逃げれないね。せめてアグヌが。ダメだね。うん、逃げれないね。バレスだけでも逃げようか。ああ、割れてる。ちょっと分が悪いな。いて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 。いやー、無理だー。いやー、飲み込まれた。全員。これずーっとさ、もうあれ死んでくんねえかな。寝ててくんねえかな。死んだふりしててくんねえかな。コリニチェンコ逃げろー。あ、ダメだ。さすがにきつかったね。問題はアグヌがやばいと。あとはとりあえずみんな寝ててもらいたいね。死んだふりしててほしいな。あー、 B が。オレンティーノになぜ起き上がろうする。あ、死んだふり、いいね。いいよ、死んだふりしてていいよ。いいよ、みんな死んだふりしていいよ。オッケーオッケー。バラモンも自分回復してくんないかな。もういいね。死んだふりしてんのいいよ。どっか行け。ちょっと待って。なんでまた立ち上がった。
ち上がっちゃまずいね、それね。めんどくさいことになったな。いるんだよな。やばい。まだいるんだよ敵は。倒すのはいいけどさ。いやー、そうなるよね。死んだふりしててほしかったな。一人ずつ命奪っとくしかないな、とりあえず。アグヌがやばいから、アグヌの修理に行ってほしい。頑張って。もうやばいわ。限界が来てるぞ。倒すしかねえな、まず。よし。おう。砂人形にはスケルトン治療キット持ってんね。修理しとこうか。バレスが向こうに群がってんな。バレスのおかげだな、なんとか。助かったのも。数減らせ。ほい、よいしょ、OK。肉奪っとこう。危ねえな。うちとしてはもうその作戦しかないわ。さて大丈夫かな。ある程度、ある程度目に見える範囲はやったね。問題はあとバレスか。うん、だいぶ数は減らしたけど、ちょっとあの数はちょっときつかったね。ありゃ無理だぜ。よし。さて、キャンプを建てたいんだけど、お、建てれるじゃん。もう構わないよ、ここら辺で。よく生き延びた。で、ああ、持ってんならとっととやっちゃおうか。あ、何、そういう感じ、そういう感じですか。これはそういうことですか。今傷ついた二人が戦う時。はい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 、いけいけ、よし、足取れた。ヤバレス戻っておいで。バラモン早く。いやー、きつかった。あと誰が持ってるかだな。アーグヌが持ってんだ、1個。アーグヌが持ってて、あと B が持ってるはず。B を。よし。どうにかしてあれを買いに行きたいね。足買ってこないとやばいね。あ、マジか。デビッドソンもか。B も、B 両足なくなったな。なるほど。とりあえずですね。じゃあ、次回までにですね。
こちらの方で、デビッドソンの右足。あとは、B の左足。こちらをですね、ちょっと、買っておきたいなと思います。いや、さすがにね、あの風がこう来ちゃったらね、無理ですよ。まあ、何度か死んだふりした後の残党は片付けたんでね、よかったんですけれども、風の暴力は凄まじいということでね、もうバラモンがああなっちゃいますからね、80いくつあっても、攻撃回数が必然的に足りなくなってしまうと。いうね。やべえ、また来そうだな、これ。医療士って来てるってことは、ここら辺危ねえかもしんない。医療をするやつがいないようにしときましょうかね、ここはね。全部死亡状態にしとこう。ということでね、今回はここまでにしたいと思います。次回までにバーンとアグヌとかをね、まあ、とりあえずワールドエンドかな。で、回復をさせといて、で、オークランの拳の方を狙いに行こうかね、もしかしたらね。偵察してですけど。それかここら辺で、まあ、ああいう軍隊と戦って力を蓄えたいなと思います。それでは、また次回、お楽しみに。さよなら。